桜も咲き、春の行楽シーズン真っ盛り。お弁当を持って楽しい時間を過ごしたいですよね。でもお弁当を食べてお腹を壊した、気持ちが悪くなったでは台無しになります。食中毒を防ぐにはお弁当の中に食中毒菌を入れないことが何より大事です。調理するときはしっかりと熱を加えましょう。そしておにぎりを作るときはしっかりと手を洗うことも忘れずに、食中毒菌を増やさないことも大切です。気温が上がると食中毒菌の活動も活発になります。お弁当はクーラーボックスや涼しい場所に置くのがベストです。また菌の繁殖を防ぐためにも、お弁当はできるだけその日の朝に作りましょう。楽しい時間を過ごすにはちょっとした心構えが大切です。皆さん、美味しいお弁当を食べて春の一日を満喫してくださいね。